はいどパープンテージェルサッカーチャンネル、そして J2 沼チャンネルのつつんです。とれ今回は賛成多数、秋晴晴晴一行へということで、まあ、今回 J1、J2 関係なくね、もう全体として話なんで、多分メインチャンネルの J1 中心とサブチャンネル J2 中心の方の両方で上がってると思うんですけどもね。といことで、まあ、えー、賛成多数で秋晴晴晴一行へと。 ということでまあ、本日ね、ね理事会ですかねが行われて、まあ、今度は具体的な話をしていきますけども、ねまあえー、結論から言うと、秋春晴移行がまだここの段階では正式じゃなくてあと何日後かに行われる、ね、ちゃんとしたやつでまあ、決定みたいな正式にみたいなところに、えー、なってきますがまあ、ほぼほぼね秋春せ移行が決まると。 いいう現状でござまます、まあ、過去にも僕も何回かね秋晴れの話はしてきましたで僕はもう秋晴れ制はもうせざるを得ないまあ、うん、積極的な賛成というよりもこうもうせざるを得ない状況なのかなという話はもう過去にしてきたんであんまりそこはもう話はねもうまだ同じ話の繰り返しになりますんで,でやりませんけれどもって今回話をしていきましょうよろしくお願いいたしますと。 えいうことで、こちらでございますね。えー、J リーグ秋晴瀬行方と、えー、いうことで、ま,あえー、まず賛成派、反対派ですね。えー、共通して大事なことって書いてますけどね。もうすでにですけれども、ネット上でも賛成派が反対派を否定するとかね、いやいやもう賛成すべきだろうとかね、えー、反対派逆に、ね、雪国どうするんだとか、なんか、えー、まだ議論が不十分じゃないかみたいな、なんかをね、言い合いが勃発していってね、もう正直、ね、人の考えを変えるのが一番難しくて、もう他人の考えを変えるのが難しいんで、もうネット上であだこで言ってもこれはしょうが とというところで、まあ、僕はさっき言った賛成派というかもうせざるを得ないという考えの人間でそれやっぱ ACU の問題がありますこれちょっと後から話しますけれどもねありますんでまあ賛成派になりますがただだからといって反対方向を否定することを言うつもりなしまあ反対は反対派でねまあそれでやっぱ考えることがあるでしょうし、まあ、真剣にね思うところあるでしょうしそういう方の考え否定するってことは僕はうんないんでってかしたくないんでまあそこはねそれぞれまあ賛成派も反対派もお互いの主張をまあ、えー、尊重することができれば一番理想的かと。 思うんですけれども、ただ世の中、そんな人ばかりではないというのはなんか,かるんですかね。ということなかなか難しいなちょっと感じますけれどもね。でま 一応内訳としてはね26年、27シーズンからというところで賛成52クラブですねで、現時点では移行を決めない継続審議が必要というのは7クラブで、移行も議論もしません、これで終わりだというのは1クラブというところで、昨日ですかね、仙台さんが、ベガルタ仙台さんがですけどもね、秋晴れ性反対中、明確に示したんで、これだから移行も議論もしないのがベガルタ仙台になるのか、それともね、新潟になるのか、多分新潟か仙台な感じがしますし、意外とね、ダークホース がここにね入ってくることもあるかもしれませんけど、まあ、現実的には仙台さんか新潟さんな感じもしますけど、まあ、どっちはどっちでもいいんですけどね、ただね、どっちなんだろうちょ,ちょっとかちょっとね気になりましたけどもね、いうとこと、あとどこからどこまでを雪国とするかもうちょっとえ気になるかな、広島も結構雪降りますもんね、とか考えると、あれ、どこからどこまでま、雪まあ広島雪国ないか、雪国ないけどみたいな、なんかね、難しくてね、うん、どこからどこまでを区切るのかとかね、多分それもね、一応基準は示すんで、少子も示してあると。 と思うんですけどねっていうことでございまして、まあ、うん、お金で解決できることは解決でいいと思うんですけれども、ただサポーターがどうやっていくかとか、応援するかってところはちょっとね、あんまり不十分なのかなと、まあちょっとちょろちょろ出てますよね、ちょろちょろ出てはいるんですけどね、ただね、そこはちょっと不十分な感じもしますんで、そこはしっかりね、うん、話し合ってほしいかなというところでしょうかね。で あとなんか a c の問題ですね。J リーグがなんか移籍金、7月にえーシーズン以降、ばヨーロッパが移籍金取るみたいな話があって、ただ、もう正直、もう結構これ言われてます結構でもなんか、あのモラスさんですね、あのビッセル神戸とかウラレッツとか、いろんなところでまあえーねコーチとか、まあえスタッフとして活動されたモラスさんですね。モラスさん、今オーストリアにいるんですね。オーストリアのクラブでそれこそまああの補強とか、人事のところでね働いていらっしゃるんですけど、モラスさんが言うには、やっぱこれ、ね全世界のえ9割 以上ですね全世界の90%は移籍金ゼロというところで移籍が成立をしていると。だから我々、移籍金を残せとかね、選手にねせめて移籍金残しとか言うんですけれども、ただね、もう現実的には世界の9割はね、移籍金ゼロで移籍が成立しているんで、まあ移籍金って正直もう、なんていうか、特別ボーナスじゃないけどね、ね本当はそこを計算しちゃいけないんじゃないけどね、というところがあって、まだ全世界の9割はゼロ円で移籍しているから、僕はね、移籍金残し残さなくて選手を移籍し でもねまあそれはしょううがなないのかなっていう考えなんですけどただ J リーグとしてはなんか移籍金が取れるんじゃねえかみたいなことを言って、あ、そうなのかなっていうなんか僕の中で正直ね、そういうね、9割以上がまあ、移籍金ゼロでの移籍って話はされているんでね、うーんってなのかなっていう感じがしております。そこちょっと疑問はありますけどもね。 でまあ、日本のクラブも出てます、ACL ですね、まあ、acl、まあ、この間バンフォーレ甲府とかはね日本のクラブが決勝トーナメント進出というところで、じゃあこの決勝トーナメントいつあるかっていう話をしていくと2月なんですね、多分2月の10日とか、それぐらいですよ、2月10日前後かな、ちょっと水位かな、それぐらいにファーストレグが行われるというとこなんで、要は J リーグの開幕前ですね j リーグの開幕前に ACL の準決勝、じゃないか決勝トーナメントか、ACL の決勝トーナメントが行われるというとこなんで、まあ、だから J リーグ開幕 開幕前に AACL が始まってでそこに向けたコンディション調整もあるでしょうしでスーパーカープに出るようなクラブがもし出てくれば、ね、これはえらいこっちはちょうところにもなってきますんで、まあ、このねじれですよね、まあ、リーグ開幕前に AACL があってそこにコンディション調整を、えー、持っていくてなると開幕戦の時にどんだけ選手がいいコンディションかとか考えると、まあ、選手からしたら結構厳しいこれだから、えー、ファーストレーブ、セカンドレーブ2試合多分やりますんでということでやっぱ往復です、ね、移動が かかるとというところでございいまましして、まあ難しいこれは本当難しい問題で、やっぱこう、ACL のこう日程というのは、間違いなく J リーグの開幕含めて、ね、そこに影響を及ぼしていますんで、まあ、そこを考えたら、まあ、やっぱり移行は必要かなというところも正直あるんですけどもね、まあ、なかなか難しいですよね、うん、まあ、僕もだからね、積極的賛成というよりも、まあ、やっぱもうせざるを得ないっていう話は何回もしてきていますんで、そのせざるを得ない理由の一つがやっぱり ACL、まあ、僕はウラルサポーターなんで、ウラルサポーターなんで、この ACL、特に今年の この過密日程の、えー、大変さとかまあだからこそねなんで J リーグ20クラブに住んだみたいなんんで J 20クラブ住んだ見たところもありますけど多分これはねいろんな大人の自があるんでしょうまあ、20クラブというのは大人の自があるんでしょうけどもしかしまあうん過密日程だなというのはちょっとありますんででも過密日程を少しでもこうスムーズにっていうところでもこの、ね、秋春れ性というのが出てきたのかなもう ACL の、ね、最初のやりながらリーグの終盤戦うみたいなこれ厳しいですもんね。リーーグで優勝争いをシーズン終盤しながらも a 始まるみたいなねそこのなかなか難しさ、まあ日程面というか、まあ、うん選手のコーチも含めたところですよね。ど,どんだけ J リーグにこうね集中できるかとか、えー、っていうとこ含めてのところかもしれませんけども、だから僕はやっぱ ACL の問題が一番でかいんじゃないかというところでございまして、まあ、うんだからね、難しい問題ですよねうん。難しい。だから例えばよく言われるのがね、いや、あのねもう新潟もそうだし、まあ、仙台もそうだし、あなたたちがね ACL とか、えー、アジアの舞台で戦うとき、これね、今は変えておかないときついですよちゅう話は そううと思うんですけどもねただ、やっぱり今が大事っていうクラブはやっぱありますし、まあ、こうやっぱ未来を見て、ね、物事を考えるべきだっていうのもあるし、ただ、やっぱりまず今まず今をどう生きるかとか、まず今をどう乗り越えるかとかがやっぱり大事なところもあるというところで、もうこれはだからクラブの考え方にもよって違って、っ未来を見る余裕が、まあ、金銭的にもねあるクラブと、まあ、未来をこうなかなか予想しづらいクラブとか、多分いろいろあると思っているんですけどもね、まあ、そんな中ですよね、うんね自分たちが ACL に 出た時ののこととを考えるななかかか難しいのかもしいももれませんけどもただやっぱりこのね ACL があるというところでまあ難しいですその ACLACL ACL が空き家に移行したこれでも大きなきっかけには、えー、なったと思うしもしかしたらそれこそ AC のからね空き家制に移行してくれんかみたいなのあったのかもしれませんけどもというところでまあ 本当、ね、ACL がでかいとは、ね、正直思うんですよね、でまあ、さっき言ったお金で解決できることはお金で解決してもらいましょうというところで、ただやっぱり一番の僕が疑問は、サポーターがどうやって、ね、足を運ぶかというところかな、一番はね、たぶいくつかあるんでしょうけ、ね、ど、まあ、ね、もっと課題はいろいろあるんでしょうけど、ただ僕の中の一番の課題は、やっぱりこうサポーターがどうやって、ね、スタジアムに行くかというところ、多分これはいくつか、ね、議論が上がっている中で、ただ僕の中で、あまこうパッとする、ね、解決方法は聞いた中であんまりなかった、ね。 でねうーん、なんかボランティア雇うとか、なんかね、いろいろあったみたいですけどね、うん、どうやって解決すんだみたいなところが正直ね、あって、そこが唯一、唯一じゃないか、そこが一番見えない感じがありますんで、まあ、この辺ちょっとね、推移を見ていこうと思うんですけどもね、はい。ってことで、今回以上です。以上、プラヴェンテールサッカーチャンネルのつつんでした。おかえりなさいませ。その